10月のテレビ東京と日本経済新聞の世論調査で、菅内閣への支持率は63%と、内閣発足直後と比べ11ポイント下落しました。この調査は、ご覧の方法で行ったものです。菅内閣を支持するかどうか聞いたところ、支持すると答えた人は63%で、内閣発足直後と比べ11ポイント低下しました。 2000年以降の内閣で比較すると、発足1か月後の下げ幅としては、森・菅直人内閣に続く3番目の数字となります。政府が日本学術会議の一部の会員を任命しなかった件について聞いたところ、政府の説明が十分だとした人が17%、不十分だとした人が70%となりました。 学術会議の組織や予算の見直しについては賛成が62%、反対が22%でした。